こんにちは、速稼塾の久保です。私の名前、久保哲郎、まさにね、銀河鉄道39の主人公でございますやっぱりそういうところもあってね、松本零士作品って好きなんですよね。宇宙戦艦ヤマトも大好きなんだけども、というところで今回はね、もうなかなかね、最後まで書き切ってくれない松本零士さんなんですけども、また出ましたよ、公共史、宇宙公共史メーテルというね、新シリーズでございます。まあ一応6巻で完結になってるみたいなんですけども、あのキャプテンハーロックの、まあ、アルカディオ号のね、生い立ちですとか、あとクイーンエメラルダスとかプロメシウム女王とかね、その他もろもろが出ているそうなんですけども、まだ私はね見てないんですよ。今メルカリで中古で買いまして、届けられてきたのが DVD の、 ネタと、あとこうやってパンフレットですよね。でケースは自分で買ってくれということでございます。まあケースとかをつけて送るとちょっとねかさばって送料は高くなるという配慮からでしょう。もう必要最小限の大きさで届きましたんで、また前回に引き続きこれをね CD ケースに入れて保管したいと思います。本当に売ってくださった方ありがとうございます。全6巻で14,000〜15,000円ぐらいだったと思いますけどもね、非常にリーズナブルに楽しむことができます。あとはこれをね、もう歴史的な遺産としまして、財産としまして、壊さないように捨てないようにきちっと私のお宅部屋に保管しようと思います。というところなんでね、これから見るんで実際どういった内容かわからないんですけども、今ねレンタルのツタヤさんとか、それからブックオフさんっていうのもだいぶ規模が縮小してきたのかな。なんかスターバックスカフェとコラボしたりとかして、やっぱりこう書店に戻っていったのかなと、新刊を中心としたね。でレンタルの DVD もなかなかね今難しいですよね。でもレンタルの DVD だからこそ、オンデマンドにまだなってないようなそういったソフトも見かけられるとか、あと VHS で販売されたんだけど DVD とかブルーレイになってないものとか、あとまあ時代に応じてねちょっと再販が不能になっちゃったやつとか、ああいうの結構レンタルとか、あとセカンドセールのショップとかにあるんですよね。だからこれからそういうのが貴重になってくるんじゃないかなと思います。ちなみにね、男組の CD って結構ねこれから高値をつけると思うんですよ。男組再結成するんじゃないかなと思います。そして光源氏の CD も結構ね手に入りにくくなってますんで、皆さんお見知りおきをくださいませ。それでは今回はメーテルレジェンドを買いましたよという風なねレポートの動画でございました。ありがとうございました。